ソ強かったんだよな、このキャラ。クソ強かったよ。あ、これ昔のコンボね。やってたな、そのコンボ。アパカじゃない、減りすぎ。180だっけ。100、いや、160。60だっけ。アタック出たか。170だ。あれ、これ170だっけ、160だった気がするんだけど、これなんかちょっとね、あの微妙に変わってる、ちょっと違うんだよ。そう、タイガーインが終わってたなって。だ、あーやべえ。俺逆にこんな忘れる、同情しボタン、そうだ、同情しだ、減りすぎだろ。637。これワロス、これワロスです。やばいよ、ね、ジャンプダイパンからワロスコンボってやばい。これ名前がすごいよね。ワロスコンボ、減りすぎてワロスと。そう、はいはい、ワロスワロス。いい減りしてるね。ジャンプダイパンが伝わってねえな。その波動先端を殴ってからでしょ。そうそうそう。伝わってない。伝わってない。伝わってる？これは伝わってんじゃない？あ、伝わってるわ。685。いやでもこれさ、わかんないけど、その俺は誰かに教えてもらったわけじゃなくて、これ、うん、自分で見つけたと思ってんだけど、うん、これからこれ。はいはい。見つけたときは震えた。あ、そのぐらい強いでしょ。えっつって、ステハイアパカをね、使うところが結構増えてて、最初みんなこれでやってたんだけど、ステロで。え、それフレーム違うんすか。ステロは固定フレームでキャンセルの、あ、早めキャンセルとかもできるんだ、うん、そうそう、最速で今のなんだけど、ステハイはかなり早めの段階からできて、こんな、ああ確かに早いね。つか普通のコンボが減るな。これやばいよな。あとあれがやばかった、あの昇竜相打ちからのさ、ステハイね、グルコン、やばかった、マジクソだったね。なんか俺当時ボンちゃんがさ、サガット使ってないですか。なんかサガットの昇竜の相打ちクソだみたいな、多分なんかの配信でなんですけど、うん、なんかコメントをしてたんですよ、うん、リスナーの人は、うん、でも相手球出してなかったらジャンプ攻撃出さなきゃいいじゃんって言ってて、いやそれはそうだけど、ジャンプ攻撃するため飛んどるんやって普通に考えて、さすがにと思った。それはで、それ気遣ってさ、やるじゃん。で当時のボンちゃん全然上出なくて、たまになんか普通に基本的にガードで何も起こらずみたいな、なるほど、ストップなって、たまにアパカを頑張って出そうとして空中でしゃがみ台パンで対空するって。いや俺さすがにと思った、あれマジで。あれはね、ちょっとボンちゃんストフォーから始めたんだっけ。ストフォーからそうじゃない、昔からやったでしょ。あ、EX アパカウルコンとか入ったね。あったね。あった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 。地上がちょっとむずいんじゃなかったっけ。いけるんだっけ。いけるいける。あ、入ったかな。あ、ダメだ。結構むずいんだよ。対空からだと結構簡単なんだよね。あ、入った。あ、これいけるね。ゴープロ、音は結構拾いますよ。やべえ、減るな。飛びから決めたらめちゃ減る。内蔵マイクが優秀。そう、まボンちゃんはまだ太ってただけだね。そうだね。ボンちゃん今めっちゃかっこよくなったな。そうだね、うん、よう痩せたよなあいつ。すげえなんか女にモテそう感すごくないですか。なんか自信満々だしな。あ、自信やばいよね。すげえ、なんか一番モテそう。なんか女性受け良さそう。優しそうだしな。そう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 、なんかそんな感じする。めっちゃ褒めるじゃん、どうしたの。えめっちゃ褒めるじゃん。いや、いつもそうだ、ね、俺は配信外もそうだぞ。あ、レッドブル買ってます今。レッドブルしか飲まない俺。ブラックしか飲んでねえよ。でもマジでね、そう思う。一番、なんか女受けがいい男って感じしない。ね、まあ、孫さんじゃねえ。あ、でも確かにそうだね。背高いしな。そうそうそう、そ
それ超そうする。そんな気がする。やろうよ、そんなシコ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 取れます。違う違う、やらしいやらしい。これ、すげえのあんだって。ここ裏回りか。これ入んだよ。え、捨て牌？捨て牌入んの？そう。これむずいんだよ、これ。めっちゃむずい。あ、そうなんだ。かっこよくないこれ。かっこいいね。あ、それ知らなかったわ。人生で実践で決めたの1回だけ。マジ？でもすごいね。これめっちゃ俺初めて知った。あのね、遅らせてアパカ遅らせセリ回せってやつ。まあどこでもいいんだけどね。これなんか昔あのストフォーやってないのにこれ説明された気がするわけじゃん。すげえんだすげえんだよ。革命革命なこんな。もうちょいノストラジーにちょっと浸らしてくれよ。いやいや、かっこいい。普通のコンボと一緒か、これから。そうそうそう、裏回ってるだけだから。そう辻式あったな。一緒やろうよ。俺が俺と、まあ、俺とじゃあ先消すね、これ。え、何これバージョンはどうする。いや、もう好きなんでこうよ。好きなんでいいよ。好きなんでいいよ。ちょっと待って、俺が振りすぎるだろそれ。あ、じゃあじゃあじゃあ合わせるよ。ケースさんはウルフォで。じゃあウルフォでいいよ。ウルフォでいいよ。ウルフォでいい。あ、じゃあウルフォでいい。いや、でも俺ストフォー竜対ストフォー下がった。じゃあケースケさん対戦する場合は全部ウルフォで。あ、そうだ、ケースさんだけはウルフォでいいよ。これ聞くんかな。どうだろう。あ、動いてはいる。ちょっと待って、ケースケさん、ちょっと待って。ヒューゴ対ノーマルサガットとかマジ無理だな。無理だね。ちょっと待って、ボタンだけかけます。そっちなんか変なんだよ。あ、全然ボタン違え。 1P は合ってるのね。あ、そっち合ってるよ。クワンバオディションアーケードジョイスティックいいんじゃない？これ？あ、それそれ、それでそのままだと多分ボタン違うと思うよ。あ、いった。あ、これでいいんだ。若干。うん。中盤。上盤。ジャック。